平野紫耀と森本慎太郎の親友関係がインスタライブで明らかに、激アツメールがファンの心をつかむ。こんにちは、皆さん。シクストーンズへの平野紫耀と森本慎太郎のファンの皆さん、そして音楽界の注目株を追いかける全ての読者の皆さん、お待たせしました。今回の興奮が入り混じった記事で、驚きと感動が満載です。 日本のエンターテイメント業界において、シクストーンズのメンバーである平野耀と森本慎太郎は、一大ムーブメントを巻き起こしています。その人気は、常に新しい情報や興奮を求めるファンにとっては悪くなきものです。そして、今回の出来事は、彼らの親友関係に新たな輝きを与えました。平野耀、生配信中に森本慎太郎からのメールを暴露。 2023年の8月30日、平野耀は自身のインスタグラムで生配信を行い、驚くべき告白をしました。それは、彼の親友であるシクストーンズへのメンバー、森本慎太郎からのメールが届いたことです。ファンにとって、この瞬間はまさに夢のような瞬間でした。 ラジオ番組シクストーンズのオールナイト日本サタデースペシャルにおいて26日に放送されたエピソードでは森本慎太郎が平野の生配信中に電話をかけ親友の間柄を改めて証明しました平野もこれにこ応し前回の生配信中の電話の相手が森本だったことを告白彼らの友情はファンの心を温かくしました しかし、それだけではありません。生配信の終盤、平野は、新太郎からメールが来ていた、と明かし、ファンたちをさらに興奮させました。そのメールの内容について、平野は笑いながら語ります。もう俺は知らない、よ。俺の、名前出して、と言いながら、森本からのメールについて、詳細を明かします。気持ち悪いメールがショー、小。 何もなかったおハート大丈夫だったおハートって、と語尾顔であること、ハートの絵文字がたくさん含まれていたことを暴露。慎太郎から怒られるわけないでしょうに、できたからならよかった、消毒っておきました、と二人のやりとりをファンに披露しました。<laughs> ファンからの熱狂的な反応。この爆発的な告白に対して、ファンたちからは熱狂的な反応が相次ぎました。 SNS 上では、変わらない二人の関係最高。激圧じゃん。二人の空気感が好き。内容も読み上げてて最高。紫輝くん、しんちゃんの話をしてるとき嬉しそう。しんちゃん毎回しっかり親友の引退見てて可愛い。といったコメントが続々と寄せられました。彼らの親友関係は、 ファンにとって永遠の宝物であり、その絆はいつも新しい感動を届けてくれます。結論。シクストーンズへの平野潮と森本慎太郎の親友関係はインスタライブを通じて新たな光を放ちました。彼らの友情はファンたちにとって永遠の支えであり、彼らが日常的に織りなす素晴らしい瞬間が私たちをいつも楽しませてくれます。 今回のメールのやりとりは、彼らの中の良さとユーマを証明するものであり、ファンにとっては心温まる瞬間でした。シクストーンズへのメンバーたちは、常にファンとのつながりを大切にし、その結果、驚きと感動に満ちた瞬間を提供し続けています。これからも彼らの活動を注視し、素晴らしいエンターテイメントを楽しみましょう。以上。 平野ノシと森本慎太郎の素晴らしい友情についてお伝えしました。どうぞ楽しんでいただけたでしょうか。今後もエンターテイメント界の最新情報をお届けしますので、お楽しみに。読者への挨拶。最後に、この記事をお読みいただき、ありがとうございます。シクストーンズへの平野仕様と森本慎太郎の友情についてお伝えできて光栄です。 どうぞ彼らの素晴らしい瞬間を共に楽しんでいただけたら幸いです。今後もエンターテイメント界の最新情報をお届けしますので、お楽しみに。